厚生労働省省内事業仕分けとは、厚生労働省が自ら同省内の事務、事業や所管する独立行政法人、公益法人等の事業などのあり方について、公開かつ、外部の視点を入れて、議論を行うものである。省内事業仕分けは、2010年4月12日、厚生労働省が同省内予算事業の実態を、明らかにし、 事業の無駄を排除するために開始された。省内事業仕分け8原則では、省内事業仕分けを向上的な事業と位置づけている。省内事業仕分けの最終的な目標は、厚生労働省の業務に無駄がなくなったという、国民の信頼を勝ち取ることとしている。なお、厚生労働省の平成22年度予算は27兆5,560億円で、あり、 一般歳出の52%を占めている。進行方法は、行政刷新会議が行う事業仕分けと基本的に同じである。しかし、仕分け人がそれぞれ、仕分け対象の事務、事業や法人について、廃止、遺憾、見直しを行うべきといった見解を示すものの、事業仕分けの場では、最終的な判定は下さず、政務三役により後日、 改革案が決定される点が異なる。仕分け人は民間有識者から5名程度、国民から1名、毎回選任する。省内事業仕分けを実施した事務、事業や法人が行政刷新会議での事業仕分けの対象となった場合には省内事業仕分けを踏まえた改革案をもって臨むとしている。ありがとうございます。